してるの？アコはね、暑くて溶けちゃいそうだからアイスを買いに来たんだ。お姉ちゃんのうちで暑い暑いって言ってるから、アコがアイスを買ってきてあげようと思って。それにしても毎日毎日暑くて溶けちゃいそうだよ。何か涼しくなるようなことした方がいいよ。え、こんなに暑いとプールに行きたくなる？アコもそう思う。今日みたいな日はプールで泳いだら絶対気持ちいいよね。あー、でもこの間ロゼリアのみんなでプールに行ったよ。トコナッツパークっていうところなんだけど知ってる？大きなプールがたくさんあって、ウォータースライダーが超すごいの。なんていう学校、学校の屋上くらいの高さからズバーって滑り出してビューン、グルーン、バッシャーンって感じ。すごいでしょ。みんなと一緒に乗れてもう超楽しかった。リンリンはああいうの苦手なはずなのに一緒に乗ってくれたんだ。でもやっぱり苦手だったみたいで、終わった後ショックで固まっちゃってたけど。そうそう、意外だったといえばサヨさんもウォータースライダーが怖かったみたいで超怒ってたんだ。あんなサヨさん見たことないから面白かったな。うん、今のサヨさんには内緒ね。言っちゃダメだよ。でもみんなで遊びに行けるなんて思わなかったな。意外ってアコたちが一緒に遊びに行ったこと？アコもね、行けるってなった時はすっごくびっくりしたんだ。だってユキナさんがみんなで遊びに行くのもいいかもって言ってくれたんだよ。アコ、どこか具合が悪いのかなって心配しちゃった。ほら、熱がある時ってぼーっとして変なこと言っちゃうし。でもでも、そうじゃなかったんだよね。なんで遊びに行くのに賛成してくれたのかな。あ、もしかしてユキナさんプールが好きなのかも。それともテーマパークとか楽しい場所が好きだったりして。そう考えるとサヨさんも実は。だってテーマパークは好きじゃないって言ってたのに、アコたちが楽しく遊べるようにスケジュールを作ってくれたの。おかげでいろんなアトラクションで遊べたし、お昼も待たずに食べられたんだ。サヨさんも本当はああいうのが好きなのかも。またみんなでいろんなところに行けたらいいな。動物園とか水族館とかケーキバイキングとかもいいよね。お願いしたら一緒に行ってくれるかな。ロゼリアのみんなともっと楽しい思い出いっぱい作りたいな。これからもたくさん思い出作れるよね。それを楽しみに夏の暑さを乗り越えて。うわぁ、アコアイス買いに行く途中だったんだ。早く買って帰らないとお姉ちゃんが干からびちゃう。それじゃあアコ行くね。お話